暑い。クーラーもつけてもらって扇風機までつけてるけどダメだ。充電してる。暑すぎる。ちょっと今日はちょっと危険すぎたね。さすがに。今日外が本当に危険。暑すぎる。今日はなんか写真撮りたいなと思ってメイクして行ったんですけど、結局そんな写真撮れるところなかった。コップより前髪短くなったって。私今長いもんね、前髪。そう、唯一あったのが風鈴だけっていう風鈴だけという。暑い。天神歩いてたら3割くらい体溶けてなくなった。本当にね、私もなくなったかも。太宰府で史上最高の、やばいね、39度って。やばいじゃん。暑すぎる。体温超えだよ。やばいじゃん、熱の時の体温。ハンディファンは使おうと思ったら充電切れでした、まさかの。この部屋めっちゃ涼しいです。エアコンはいつも何度だっけな、私24、5くらいだった気がする。カバさんみたいに水に浸かって過ごしたいね。涼しい。2つあって1個どっか行ったんですよ。どこ行ったんって感じなんですけど、待って、藤子がプレゼント欲しい言うてたで。ちょっとそれ、頼み忘れてるんだけど私。今気づいた、やばい。頼み忘れてるんだけど、
ちょっと待ってください、これなんか藤子の誕生日プレゼントをなんか買い行こうみたいななったんですよ。そしたらなんか藤子が、私今欲しいバッグあるんだよねみたいな言い出して、じゃあその写真送って私が買うわって言って、その写真送ってもらったんですよ。そう、それを頼み忘れるのを忘れてました。写真もらって頼むのを忘れてる。ちょっと待ってください、それはすぐさま頼みますね、ごめんなさい。なんか友達がなんかめっちゃお祭りに行っててね、うらやましいんです今。お祭り行きたいな。浴衣に合う かわいい髪型って なんだろうね。私もあんまさ浴衣着ないからさ、お祭り行くのも浴衣着て行ったことないもんね、暑くて。なんだろうね、何が合うんかな浴衣。でも浴衣って何でも可愛くない？やっぱアップ系の方が可愛いんじゃないかなって思うけどね。アップ系が可愛いんじゃないか。下ろすよりはね、やっぱ夏は上げた方がいい、可愛いよね、厚く見える、見てたら。そう、藤子子に誕生日プレゼントの写真送ってって言って、めっちゃ送るまでに悩んでて、藤子子がなんかどれにしようかなって。それでめっちゃ時間が経って、で確かに藤子子のプレゼント頼み忘れてる、私ごめんね、めっちゃ忘れてた。ピリピラチーフ使い始めたけど、本当に可愛い、教えてくれてありがとうね。あれ可愛いでしょ、安いしね。私の人生かかってんの？私浴衣着たことないんだよね、あんまり。どうしようかな。何が似合う？今度リンリンリンカのサンプルも買いに行かないと、なかなか買い行けてないんだよね。ポチャコといえば何色のイメージ？白と黒かな。僕元推しメンプロデュースのアイドルグループに立花心ちゃんが入ってる。なんかそれファンの方のポスト見ましたよ。今日は日本三大花火を近くでやってる。すごいいいな。私屋台のさ、屋台食べたいんだけどね。なんかいつも家の近くで花火大会があるんですよ、毎年あるんだけど、で今回はその私の家の近くじゃなくて、ちょっと車から離れたところに場所が変更になったんですよ。でしかも時期もいつもと違う
いつもと同じ時期じゃなくちょっと遅めの時期になってなっちゃって、そうだからいつも近いから結構夜ねギリギリまで入れたのにちょっと遠くなっちゃったんですよ。そういつも家から歩いて本当に5分もかからないくらいのところ、5分もかからない3、4分ぐらい着くところにあったんですけど、もう今回は車で行かないといけないところに何か場所が変更になったんですよ。そうだからちょっと遠くなったっていう。感じですかね。風鈴の写真は妹です。あやさん渡しとけば喜ぶんじゃない。サーティワン渡そうかな。え、なんか急に暗くなった。何これ。屋台で盛ります。もう焼きそば食べたい。え、美味しいよね屋台の焼きそば。打ち上げ花火と仕掛け花火、何が違うの。仕掛け花火って何、初めて聞いたんだけど。自分の地元も明日明後日には花畑祭りがあります。ただ花火大会は今年からなし。そうなんだ、七夕祭りとかある。七夕ゼリーが大量に出るんじゃない。うん、イカ焼き食べたから屋台気分味わってるけどね。確かに。確かにね。この間ねイカ焼きパーティーみたいなのしたんですよ。なんか目が大きく見える。カラコンしてるからじゃないかな。メイクもしてるし。しかも今さおばあちゃん家にいるのにさ お疲れ様です、フォロワー6800人おめでとうございますって来たんだけど、どういうこと。後でさ直接言えばいいじゃない。 LINE で来たんだけど。今おばあちゃん家いるのに、すぐそこいるのに。どういうこと。後で終わって言ってくれればいいんだけど。まあ、毎回恒例のあのキリがいい数字になったら言ってくれるやつですね。 X フォロワー何人おめでとうございます。しかも絶対お疲れ様ですが最初についてんの。お疲れ様です。何年か前で大堀の花火大会終わったけん寂しい。花火大会今減ってるのかな。コペと同じ髪型したいに来て、ありがとうございます。嬉しい。ちょっと待って、どこ。パパからおめでとうって来たんだけど、どういうこと。配信見てんのかな。明日行くのちゃん誕生日ね。行くのちゃんにおめでとう打たないと。屋台で何食べる。いつも何食べるっけ。いちご飴とか。何食べてるかな、いつも。いちご飴は食べます。
いちご飴でもなんかあいちご飴とかさめっちゃ並んでるんだよね毎回。ポチャコの洋服の色は何色イメージ？ポチャコ服何着てる？なんかさえ何着てるっけポチャコ？なんか赤い服のイメージあるんだけど違うっけ？赤い服のイメージあるんだよ。次の公演はザワちゃんの生誕祭かな多分。燃えかすの問題で花火大会中止になるところもあるらしい。そうなんだ。みんなちゃんとねゴミはちゃんと捨てようね。でもさゴミはちゃんと捨てようねって言ってもさゴミ箱なくない？花火大会なんかさゴミ箱ないところ多くないですか？結構さゴミ箱あるけどさ結構こうまめにというかいろんなところに置いてほしい。ちゃんとみんなちゃんとゴミ箱には捨てましょう。ポイ捨てダメです。ポイ捨ては絶対にダメですよ。トウモロコシあんま食べないな。あ、空で燃えた花火の燃えかすの話。あ、ごめんなさい。全然違った。緑のイメージ。ポチャコってどんな服着てるっけ？思い出せないんだけど。黄緑とか？わかんないな。サマステからのざわっ生誕からの研究生夏祭りになりました。忙しいですね。そっか明日サマステか。すごい暑そう。頑張ってください。ちょうど今暑いよね一番。服黒い。あサマステじゃない明日ティフだ。ごめんなさい。明日ティフです。間違えた。サマステとティフは全然違います。サマステは私が出るやつ。サマステでやる曲がずっと頭から流れるんだよね。言わないようにしないと。サマステの意気込みは全曲出る。気分悪くなったりとか本当にしないでほしいです。もう怖いのそれが一番。なんか研究生公演もちょっと危ない。ちょっと研究生公演の話はやりたくないです。今本当に言っちゃいそうな。ダメダメ。
K4 もユニットあります。私は可愛いユニットです。何でしょうか。さて、やばい、上手下手はね、ちょっと待ってね。どっちが多いんだろうな。サマステまでに絶対教えますね。ちょっとわからない。ちょっと待ってね。うちも行くんだよな。で。どっちも行く。どっちも行く。ちょっと待ってくださいね。それで、ちょっと今必死に脳をね、ちょっと待ってね。絶対もう待って。これはこっちも行く。こっちが多い。多い。と違う、いい、待って、上手が多いかも。ちょっと待ってね。それでその後はなんだっけ。待てよ、その後の曲思い出さなくなっちゃった。待って。それで、なんだっけ、その後の曲。あれだ。ちょっと待って、あとちょっとなの。あれは、どっちも行く。これもどっちも行く。ちょっと待ってよ、あとちょっと、ちょっと待ってよ。それでその後なんだっけ。あ、はこっちが多いでしょ。上手の方が多いです多分。ざっと考えたのでは上手の方が多い気がします。見て、ファンの方から見て右側。が多いと思われます。でも変わらないくらいどっちにも行きます。なんかこっち側行ったメンバーはこっち行こっかみたいなのが多いから、みんな多分みんなね、いろあのどっちも行くと思います。多分どっちかというとファンの方から見て右側が多いけど変わらないですあんまり。髪型まだ決めてない。どうしようかな。アリーさんハートありがとうございます。ノリッペさんハートありがとうございます。
京子のごろさん音符ありがとうございます。トーン魚さんハイビスカスありがとうございます。クラインさんハートありがとうございます。ゆでさん音符ありがとうございます。京子のごろさん音符ありがとうございます。MJ ゼアさんハイビスカスありがとうございます。カードのすさんのリッペさん音符ありがとうございます。ポテチーさんハイビスカスありがとうございます。スマイルパンさんハートありがとうございます。博多なるなるさん星ありがとうございます。ムロイシンジさんハートありがとうございます。前野くん音符ありがとうございます。星もありがとうございます。アリーさんフルーツありがとうございます。ヤスさんハイビスカスありがとうございます。マクリザシさんバラありがとうございます。ヤスさんマイクありがとうございます。博多なるなるさん音符ありがとうございます。トントン21さんハートありがとうございます。アキラさん音符ありがとうございます。フラさんハートありがとうございます。前野くんハイビスカスありがとうございます。海賊特急さんペンライトありがとうございます。イルファンさんハートありがとうございます。バウチさん星ありがとうございます。マイノくん、ミヤリカさん、京子のごろさん、ハートありがとうございます。カズダーカーさん、ありがとうございます。ハイビスカスもありがとうございます。ケチケチ、ソデツオジさん、マイク、ありがとうございます。ノラクロさん、ハイビスカスありがとうございます。海賊特急さん、ありがとうございます。フジヤさん、ハートありがとうございます。子供に心、こしん、こ、こ心、こしんさん、ハートありがとうございます。サシスセソさんハートと音符ありがとうございます。トムトムさん音符ありがとうございます。ゴン太郎さんハートありがとうございます。カジコチョキュさんマイクありがとうございます。博多カンベさんハートありがとうございます。ノブロー V さんハートありがとうございます。ヨシさんマイクありがとうございます。コさんなんだっけ音符ありがとうございます。キキちゃん音符ありがとうございます。カトッペくん音符ありがとうございます。ドンちゃん星ありがとうございます。カープと HKT 推しのただしさん、なんだっけ、マイクありがとうございます。目の下の星は一個ずつシールみたいに貼り付けると、目の下の星？星？何？目の下の星？ってなんだろう。うららちゃんから通知来た。めっちゃね、ツイッターじゃない X、めっちゃいいねしてくれてるんだよね。いいねしてくれるの。あ、ラメのこと？ラメね。これは一個ずつ貼り付けてないです。ただ塗ってるだけでもキラキラになります。星ってあれかと、なんだろうと思って、そんな写真あげたっけと。全部あげたいので、なんだろうな、この音符かわいいな、かわいいですよね、めっちゃかわいい。ギフト X の通知来たらアイコン写真変わってて新鮮でかわいい。そう、 X とインスタもアイコン変えてみたんですけど、そう、あのサブカットが漏れてめっちゃ、なんかそう、壁写もね、壁写の話してないよね。そう、壁写したっけ、したか、壁写と壁写真プロフィール写真が変わったんですけど、そう、なんか笑ってないやつもあって、あのチャットを見てくれてる方にはわかると思うんだけど、それと迷ったんですよ。うん、めっちゃ迷ったんだけど、やっぱ笑ってた方がいいかなとか思って笑ってるやつにしました。でもメンバー笑ってないのが多くてさ、どうしよう、ね、迷いました。めっちゃで、今回は別にサブカットみたいなのも撮って、それはなんか
あの大体対比というか、カビシャ笑ってる人はちょっとかっこいい感じの顔で、カビシャ笑ってない人はなんか笑顔みたいなのが大体なんか真逆の人が多いらしいんですけど、そう、それもねなんか自分で決めれて迷ったんですけど、あれになりました。結局あれ2枚目お気に入りですめっちゃ決めててお気に入りです。この前のハイタッチ会でマスクしてない顔初めて見られて緊張した。全然緊張しなくていいよでも緊張するくないですか、マスクしてない顔を初めて見られるのって。私めっちゃ緊張したんだけど、したんだけどじゃない、しちゃうんだけど、学校とかさ。だからさ、新しいクラスになって1回目の給食とかめっちゃ緊張しちゃうんだよね。私だけめっちゃ緊張しちゃうね。なんか今マスクしてるのが当たり前だからさ、もう下の顔を知らない人の方が多いわけじゃないですか。だからそうめっちゃ緊張すっていうか、だから私なんかそうやって見られた時に思われるのが嫌だから、ちょっと常にちょこちょこマスク外すようにしてるんですよなんか登下校中はまず外すでしょ、まあ普通に暑いから外すんだけど、でそう授業中も暑かったし、めっちゃクーラー当たらない席なんですね、めっちゃ暑いんですよ。なんで普通に暑くて外すんですよ。新しいアイシャドウ2枚目、みんなそう大人っぽい、みんなめっちゃ漏れてる、かわいい。1年間あれなのでもうめっちゃ悩んで、もうギリギリまで悩みました提出のギリギリまで。なんかメッセージもね、なんかどんなの書けばいいのかなとか思って、でもまあ長くてもあれなのでまとめて書きましたあんな感じでプロフィールに書かれるっていうの知らなかったんですよ。なんかプロフィールに使われるっていうのを知らなくて、あ、こんな感じで書かれるんだなと。その写真どっちが選ん悩んだ、卒アルの写真は向こうが選ぶので私選べないんです卒アルの写真さ撮り直したい、もう一回。もうさ、あの時にちょっと全然さ可愛くない、なんか写真撮っとけばよかったな、卒アルの写真。ちょっとどんなのかよく覚えてないんだよね、結構前に撮ったから。なんかもうちょっと可愛く写る方法とか調べていっとけばよかった、ね、でもなんかみんな大体なんか笑ってる顔が選ばれるらしくて、選ぶのはあのそう撮ってくれた方が選んでくれるんですけど、
一回取りに行きたい。ちょっと結構心残りなんで、卒アルどんな顔したかちょっとまだなんか覚えてないんだよな。お洋服赤色、やっぱり赤色多いよね。当たってた。緑の背景が多いんだって。赤と緑。ビュー撮ったから何度も撮れない。そうそうなんだよね。でもうーん、どんな顔なのか覚えてない。なんかめっちゃ前髪短かった記憶があるうん、覚えてないです。プロフィールはあまり変えてないです。うん、変わらないのであまり変わらないことに気づいたので変えてないんですけど。特技腹踊りが、はあ、そうなんだ変わってるんだね、表現がね。なるほど。でも腹踊りの方がなんか面白く感じるけどね。見てみたいってなりそうだけどでもお腹ウェーブって聞いたらすごってなる。どういうことってなる。どっちもどういうことってなる。自己申告です、身長は自己申告。自分で言うんですよ。手笛？あ、これ？こういうやつ？私できないけど、これが手笛？高い音鳴らすやつ。行くの160って狙ってるけど164、え、160なわけないでしょ。行くのちゃんが、え、もっとあるでしょ。え、やり買い忘れ、それか向こうが間違ってる。160なわけないよね真っ白の特技、え、見てみよう。何、どういうの。こうやってさ、ピーってるやつ、こうやって。なんだな。すごいな。いいな。私伸びてないんです。伸びてないですよ。160は行きたいんです、絶対に。で、まだ伸びると信じてるので、私は。ちょっと。これは指笛か。手笛ってなんだ。こうやってやるの。そうなんだ、更新し忘れた。私モノマネで、モノマネみたいなの何もできないんだけど。裁判のやつね、あったね。ちょっと見とこう。
やばい、サマステのユニット曲が頭から離れなくなっちゃった。どうしよう。なんか一回そういう話しちゃうとね、頭から離れなくなっちゃう。理科の先生のモノマネ披露すると本当に似てるんだよ私、理科の先生のモノマネ。多分なんかこの間友達に、だから友達と理科の先生がめっちゃ仲良しなんですよ。それでなんか友達に理科の友達から理科の先生のところなんか連れて行かれて、心モノマネうまいんですよみたいな言われて逃げました。まあできませんできませんって言って逃げました。何してくれてんのって。そんな先生の前でできないです。さすがに友達に連れて行かれて手引かれてできないよ。もうそんな先生の前でその先生のモノマネしても怒るような先生じゃないので全然できたはできたけどちょっと勇気がないでなかったですねその時。立花さんバカにしてますかとか言われそうですけど私をバカにしてるでしょ絶対。言われそう私をバカにしてますね。だそんなんじゃないですよとか言いそうですそんなこと言ってませんよ。言いましたかそんなこと。それか似てますねのどれかです。こんな喋り方なんですマジで。おはようございますって言って、これはもう分かる人にしか分からないんですけど、おはようございますって言って、じゃあ復習からいきたいと思います。過去1番じゃあ立花さんお願いします。私まあよく刺されるんですけど、指原さんお願いします、あやっぱり来ましたよねってなって、私は大体なんかもう分からないんですね、分かりませんって言うんですけど、いや簡単です、そのままです、すぐ分かります。でもう分かるまで先生もヒントとかずっめっちゃ言って、分かるまでずっと言ってくる答えるまで私当てられがちなんで理科の先生。でも最近はちょっと席が端っこになってちょっと目がつきにくくなったのか、最近はあんま当てられないです席大事。でも理科の先生が当てる生徒って本当に決まってるんです。もういつもその人ばっかり当てるのだからもうその決まってるメンバーたちはもう理科の時間になった瞬間もうこんなになってる。若い先生じゃないですね、若くないけど何歳ぐらいなんだろうね、50歳くらいわかんないけど50歳くらいじゃないかな、50歳ちょいくらいか。なんか字がめっちゃ理科の先生って字してるの、なんかもう理科の先生の字ってどんな字って感じなんだけど、めっちゃ理科の先生っていう字してる。いつも当てられるメンバーには絶対に仲間入りしたくないので、いつももう頑張ってます理科の時間だけは
理科の先生ってもうめっちゃチョークのね筆圧がすごいんですよ。でもう消すのにめっちゃ時間かかる先生ちょっと筆圧怖いですって言ってもうみんなゴシゴシしないと黒板消しでもう消えないのめっちゃ字が濃いんですよ。もうすぎてみんなゴシゴシしてます。日直が消します。日直がいつも消すんだけど、もうびっくりするほど濃い。なんかでも書いてる時はめっちゃスラスラ書いてるんだ、だからそんな力入れてるに見えないんだけど、めっちゃ力込めて書いてるだろうなっていう字です、近くから見ると軽くだからめっちゃスラスラ、めっちゃ書くの早いからスラスラ書いてるように見えるけど、めっちゃ濃いんです。黒板今でも変わらない。私のところはまだ黒板使ってるんですね。電子黒板もあるけど、どっちも使うって感じ。でもなんか先生たち的には電子黒板とかはまあパソコンの画像を見せたりとかするのにすごい便利だけど、書くのは黒板の方が書きやすいって言ってましたね。なんか黒板の方がすぐ書けるらしい。なんか電子黒板だとさ、まずペンをこう書く、なんか電子黒板用のペンみたいなのがあるんだけど、それでまずこうペン書くまでの工程があるんですよ。ホワイトボードなんか設定したりとかして、だからすぐ書けるのは黒板だから、黒板の方が書くのは楽って言っておりました。でも消すのとかはね、あの削除みたいなの押せばすぐパッて全部消えたりするから、消すのとかはそっちの方が楽なんだけど、そう、私たちが制服を白まみれにして消さなくてよくなるからそのとかは楽だけどね。電子黒板はなんて言うんだろう、電子黒板ってどう説明すればいいのかな。機械のホワイトボードみたいな感じ、うん、コペが自分に似合うと思う色は何だって、似合うと思う色ってなんだろうな、何色が似合うと思いますか。逆に何色が、なんか自分の似合う色ってさ考えたことないから分かんないんだけど、何色が似合うんでしょうね何色が似合うんでしょうね。黒板消しは黒板消しクリーナーみたいなのがあって、こうやってスライドさせてウィーンって言うんだけど、したらこの吸収するんですよ、この機械が粉を吸ってくれるんで、こうやってやるだけで綺麗になるっていうのがあります。ピンク、ブルー系だって、黄色、いろんな色いろんな色ありますね。そう、かつお節削るみたいな感じなんだけど、それのめっちゃ吸ってくれる吸引、
気にならないでも、でもね、確かにパン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 ってした方が早いかもしれない。あれはねちょっと、微妙に粉が余りますね、黒板消し。パンパンの方が早いかもしれない。私はパンパン派なんだけど、パンパンってした方が早いけど、でもそんなどうなんだ、微妙にでもチョークの粉がついてる完全に綺麗にはならないかもしれない。クリーナーの中の掃除とかしたことないんだけど、私まずね、そもそもクリーナーそんなやんないんだよね。小学校の時は全部黒板で、電子黒板とかなかったから、もう全部黒板だったから、さすがに黒板消しもちょこちょこクリーナーしないと汚いあれだったんだけど、もう中学校になって電子黒板がついて、電子黒板だけで授業する教科とかもあるから、黒板が半分以下になったの、使うのが。小学校の時より、だからやらなく、別にめっちゃ汚くなるっていうことは減った。電子黒板みんな、そうだよね、なんか電子黒板ってさ、どう説明していいか分かんないんだけど、電子黒板、どういう感じなんだろう。なんかこういう一つのこういう筒みたいなのがあるんですよ。それを黒板の端っこにマグネットになってて、こう貼り付けれるんですよ。そしてその筒からこう引くんですよ、このしたら黒板が出てくるんですよ。なんか紙なんです、ペラペラしてる画用紙みたいな、のがこう丸まってその筒の中入ってて、メジャーみたいに、メジャーのなんていうの、メジャーの縦長い板みたいな感じでこうシュルシュルって出てきて、黒板にこう、その紙も磁石になってて、こう黒板にペタってこう貼るんです。薄いんですよ、こんなめっちゃ薄い黒板の上に貼るんです、こうやって。それでその貼ったやつに天井からなんかこうモニ、なんていうの、なんかさ、劇場にスクリーンがあるじゃないですか。なんかよく生誕祭とかに使われる。あれが、あれみたいな感じ。あれが、黒板に貼られてるみたいな。そう。で、プロジェクターみたいなのがこう天井からついてるんですよ。それで、その黒板に、めっちゃプロジェクターだ！めっちゃプロジェクターです。一番プロジェクターって言った方が早いかもしれない。で、天井からその、光をこうプロジェクターみたいにその黒板に貼った紙の上にこう光があって、その黒板で電子黒板にパソコンとかをつないだら動画が見れたりとか、その黒板がホワイトボードみたいなのになるから、それで書いて授業したりとか、そう、かけるプロジェクターみたいな感じです。めっちゃペラペラだから、破こうと思えば破けるくらいペラペラなんですよ。で、一回私の学年、去年かな、そう、結構破れやすいのか分かんないけど、なんか破れちゃった時もあったね。調べてみてください。多分電子黒板で出てくるんじゃないかな。多分今の学校はどこも多分電子黒板だと思うけど、それになりました。動画が見れたりとか、
そろそろ終わろうかなと思います。皆さん長い時間見てくれてありがとうございました。夏祭りのここ店、うん、そう今日金曜日だよね。なんかさ夏休みになると曜日忘れちゃうんだけど曜日感覚が分かんなくなるけど、ありがとうございました。じゃあランキング読もうかな。13位から読めますね。13位、ホタテさんありがとうございます。12位、ヒデさんありがとうございます。11位、快速特急さんありがとうございます。10位、博多なるなるさんありがとうございます。9位、ヤスさんありがとうございます。8位、今日この頃さんありがとうございます。7位、バウチさんありがとうございます。6位、ノリペさんありがとうございます。5位、ポテチーさんありがとうございます。4位、アリーさんありがとうございます。3位、MJ ジュニアさんありがとうございます。2位、タオン魚さんありがとうございます。1位、マイナくんでした。ありがとうございました。では終わりたいと思います。皆さんおやすみなさいおやすみなさい皆さん。またねー、バイバーイ、バイバーイ、ありがとうございました。